どうも、アキです。栄冠9やっていきましょう。はい、夏の甲子園連覇を目指して県大会終わったところからですね、やっていきたいと思います。合宿とかあるのでしっかりまずはやっていきましょう。はい、いやでも本当に素晴らしい、過去最高のね予選を過ごすことができてかなり良かったんじゃないかなと思います。体力あるのであれば、体力あるなのであれば5で黄色止まってもいいかな。うん、5で黄色止まろうかな。よし、行きましょう。で、シャワー行ってから合宿行こうか。よし。さあ、連覇できるかな。まあ、選抜ね。まあ、残念ながら負けてしまいましたが、総合戦力 A の相手に。あそこからもうかなりまた強くなってると思うんで、まあ、同じ相手には負けませんよ、というところですよね。あれ、なんていう高校だったかな。覚えとかよかった。まあ、全然ね、夏大会でもまた当たる可能性はありますので、むしろ来いと。あ、そういえば観戦からの合宿ってすごいいいって聞いた気がする。試してみよう。行きましょう。さあ、山川、蘇我、大沢。これはですね、あー割とでもムード持ちがもういなくなるので来年。ムードをちょっとつけたいっていうのはあるな。来年ムード持ちがいなくなっちゃうんですよね、もう。来ないけど、ほんとだ、観戦からの合宿すごいやん。うわ、すごいな、観戦からの合宿。合宿って普段、ちょろっとしか上がんないんですけどね。はい。宮原、大杉、金井。これは大杉さんロマン狙いに行こうかな。大杉さん盗塁もできるようになれば最高だな。行こう、ここ。足も速くなってるんでね、多分足 A 行くと思います。大杉さん来ないね。はい、大沢、露木、山内。さあどうしようかな。露木、まあ来年レギュラーにはなるんですよね。ムード狙えるといえば狙えるんですが、まあ3年生2人含まれているのでここは避けたい。これかな。お、露木悩んだ、まだナイス。お、大沢と走塁し、オッケーオッケー。来年のレギュラー、そしてショートがね、今のショートが強化されましたね。杉浦、柏原、相馬。これは柏原育てたいかな。ここでいっか。クイック打球反応つくし、ムードも狙えるし。おうち。アウチ。市村、伏せ、杉浦。伏せにキャッチャーあれば最高。ないか。じゃあまあ一番ロマンありそうなもので言うとやっぱりここかな。広角とかつけばいいかな。お、伏せがローボールヒッター、ナイス。いいですね、結構合宿良かったですね。いい人がいい感じに育ってるんじゃないかなと思います。うわ、とっと。マジか、いつも選ばないやつを選んでみたんだけど失敗しちゃった。5で黄色止まろうかな。アイテムもしくは使うのワンチャンなくもないけど、おにぎりないんですよね。効果いいやつしかないんで、ちょっと使わない感じでいこうかな。おっと、もう選抜、あれか、甲子園か。早いもんだな。よいしょ。ではではやっていきましょう。はい、で、並木なんですけど、球速どうでしょう。160は多分試合中に到達すると思うんで、もう160でさすがにいいかなと思うんですよね。で、最後何あげようって考えた時に、コントロール S いければいいなと思い、コントロールにしたいと思います。はい、で、金井はコントロールで、コントロール A 目指します。で、山内はコントロール A 逆に行くと思うんで、球速アップ。これ変化がね、ほんとちょっと練習指示かなんか来てほしかったなぁ。まあ仕方ないかな。まだけど可能性あるんで、変化練習とかのアイテム使えばワンチャンかな。カードを使えば。はい。
で、柏原はこっからスタミナです。ずっとスタミナ。来年のエースね。須藤。そうだな、須藤は制球アップで、松浦は球速アップにしよう。松浦威圧感伸び C なので、まあ来年ね、本当に中継ぎとしては、抑え、中継ぎとしては非常にいい活躍してくれると思います。2年はこんな感じで、1年は、まあ基本的にはやはり変化を磨いておけばいいかなというところですよね。はい。で、渡部は万能のままで、補給とミートパワーが上がってほしいですね。まあ走力も C いければいいですね。オーツ、OK、ミート、B 来た。ミート、A 行きましょう。これで来年1番、安泰ですね。伏せ。伏せは肩アップのままでいいかな。来年の伏せ星ね。伏せがいい感じになりましたね、合宿で。小西は、安倍日持ち、あ、違う、こっちか。来年の正捕手候補、まあ、ミートアップでいいか、とりあえず。で、大杉さんが、どうしようかな。守備上げたいっていう気持ちも非常にあるんですけど、まあ、卒業までに、もうほぼ49ですし、50いくと踏んで、総力アップで、最後、総力 A 目指しましょう。はい。で、こいつは安倍日持ちだから、ミート上げましょう。平山。ダイソー榊は最後はミートアップでこの阿部日を生かせるようにしましょう。最高にね、阿部日が生きる状態にしたいと思います。はい。まあこいつは代打要員なんでパワーアウトで、これが来年のセカンドですよね。補給上げましょう。一気に上がると思います。ここでさあ便利屋、便利屋ミート上げとこう。ダイソー大沢はそうだなぁ。肩 A 行けるでしょう。肩 A 行きましょう。総力も A 行くでしょう、おそらく。はい。塚本。総力アップでいいや。ミート A 行ってくれて。てか、塚本全然使ってないので、あんまりどっちでもいいかな。ムード丸持ってはいるんですが、大杉さんも持ってるので、別に困らないんですよね。大杉さんがムード丸持ってるんで。はい。エビだ。さあ、来年のショートどうしようかな。守備上げとこう。杉浦ミート総力 SS 行けよ。まあ行くでしょうと踏んで、ここは最後なんと守備を上げましょう。はい。で桑野はミートアップのままでいいな。山川ミート A は行きそうなんで総力かな。やっぱ外野手は足速いと本当に何かといいので。さあ露木パワーアップのままでいいや。よし、これで行きましょう。さあどんな戦いが待っているのでしょうか。ちょっと体力を回復したい。合宿後なので体力回復系があれば必ず止まりたいと思います。あ、これそうだよね。オッケーオッケーオッケー。赤特殊能力も消えてる。前評判は C。 そうだな。じゃあまあこのままでいいかな。あと入れたいのは塚本と金井なんですよね。まあ前評判 C なら、まあ石田だけやめるか。これでいきましょう。はい、もう塚本はいいですね。レギュラーにしようかなんて迷っていた時期もありましたが、桑野と大津がしっかり育って、しかも信頼度も結構上げれたのでこのままいきましょう。よし、 OK。ではではやっていきましょう。あ、これだね。これを使ってうまく変化が上がってくれれば最高。あー、上がんないかな。上がんないか。あ、さっきちょっと大沢の信頼度が落ちたんで、ここでもう一回取り戻しに行きましょう。はい。で、調子は並木はマックス、いいと。山川だけちょっと悪いんで、まあそこだけかな。まあお褒めの言葉とかは特に使う必要はないかなと。ピッチャーが絶好調なんでね、問題ないかなと思います。では行きましょう。さあ、もう総合戦力 A 以外に負けるのは割と論外なことだと思うんで、2回の表
先行チーム攻撃に入ります。はい、バッター東海の、うん、 B 結構綺麗な形の B なんで強そうですけどね。強いな強いな強いっすね。油断禁物というところでやっていきましょう。うわー、これは走れない、はい、さあ行きましょう。今年は本当に二遊間の守備もいいし安定すると思うんだ。一二塁間のゴロ、ふう、大平取ってアウト。おお、オッケーオッケーオッケー。序盤点取れないと結構怖いところがあるんですが、ナイス。さあ榊、おお、打率4割いってますね。堀口バックしていった。まさに本当にね、昨年もう湊という選手がとても夏の甲子園活躍しましたが、後輩ですね、まさに阿部飛後輩ですよ。ただ湊は本当に流し打ちも持っててね、素晴らしい選手だった。能力も本当に高かったし、あれには正直及ばない榊では。ちょっと湊大好きなんだよな。ここ何年かの卒業生でもかなり思い入れのある選手ですね。 OK、大沢なんかは割と盗塁できる能力ではあるんですが、今回はキャッチャーが結構いいのでやめておきましょう。威圧使ってもいいな。相手投手を威圧して、よし、 OK。 いや本当に超変革だよ。こいつはパワーを上げてきた。もっとね、超変革していってもいいのかなと思うんですけど、その辺は難しいですよね。ミート D パワー S とか打つのかな、そういう選手って。もっとやってもいいのかなって思う瞬間は何回かあったんですよね。実際いやバカ、ピッチャーから三塁送球、仕方ない。ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。ストライクをスクイズできないのは良くない。はい、よし、大杉さん来た。さあ持ち前のファイトが前面に出てきました。さあ16本、これ最多ですね、おそらく。ウーム高校、湊が去年抜いたのか、最多を並んだか抜いたぐらいだったんですけど、16だとおそらく最多のはず。でも20いきたいっすね、なんとか。うん、相手も強いっすね。榊総力 S、 盗塁いい、走れないな。走れば山川のチャンス A が生きるんですけど。さあ思考を研ぎ澄ませていきます。生きるんですけど外されました。さあ3点差、ここ、ま、守り抜いていきましょう。あれ、なんで金井もう使ってるの。あ、使ってるんじゃなくてあれか、調子が上がらないからか。よし、行きましょう。来ました、サード左を。よし、ゲッツ。二塁フォースアウト。よっしゃー、内野陣の守備も素晴らしいんで、オッケーオッケー。さあ完封狙いましょうなんですけど、まあ言っても5点差ぐらいつけば1年生出してあげたかったりもするので、サード守れる人っていたっけ。あ、そうか、こいつがサード守れるから、ここは代打強気行きましょう。いや、不正だな不正だな。ピンチヒッター、本当にこの大会、この大会前かかなり活躍してるんで不正でいきましょう。代打でいい成績、4割5分5厘も代打で残してるからね。よし、どうだ。ちょっと風があれだったか。これで2アウト、ランナーは1塁変わります。さあ並木、まあ打率そんな高くないけど、一応ミートパワー CC にね持ってくることが最後できましたと。さあ持ち前のファイトが前面に出てきました。ピッチャーでミートパワー CC ってすごいよね、普通に。取ってアウト、スリーアウトチェンジ。さあちょっとあんま打てなかったけど守り抜けばいいんでね。
サード他にもできる人いたっけ。こいつしかできないんだ。本当にこいつしかできないんだ。よいしょ。で、そうだな。まあ、山川のところにあれか。出すのぐらいはいいか。よし、行きましょう。さあ、ここは守備を。ライダーは津田。同じ2年同士なら大丈夫。守備に気合を入れる。お、球数まだ100球いってない。素晴らしいピッチングをしてたんだろうな、おそらく。よし。いや、本当に野球っていうところは、あの野球っていうものは変わったところに飛ぶスポーツですね。はい。右になってるよね。よし、オッケイ。さあ、ここはいやー、並木素晴らしい。もう一丁、内角。9番バッターだから相手。よし、レフト。レフト浅いところ、杉浦取りました。よし、これで2アウト、ランナー。いやー、素晴らしいピッチングですね。で、セカンドとファースト行きましょう。甲子園は本当に出せば1年生が育つので、まあ、本当に春夏連覇っていうね、そういう目標のためにはやっぱこれはやっていかないと。オッケー、完璧。いやー、最後変わった2人ともボールに触りましたね。素晴らしい結果に終わったんじゃないかなと思います。うん、素晴らしい。あ、え、多すぎ。うーわ。まあこれは仕方ないとはいえども辛いな。対左投手 C、 なんか B と C ってね、青になるかどうかが変わってくるんで結構辛いですが、まあこれは仕方ないな。防ぎようがない。おー、山川すごいぞ。能力の上がり具合やっぱ甲子園すごいっすね。うーん、多すぎ、ちょっと悲しいな。まあ仕方ない。おお、並木コントロール2も上がるんだ。うん、オッケーオッケー、いいですね。うわ、相馬とか最後ワンアウト出ただけで補給が3も上がった。さあ、オッケーオッケー。に使おうかな。に使おう。機材なんか危ないものありましたっけ。ないっすね。じゃあ甲子園の土を今回は、あ、もうポイントが結構余裕があるので、おむすびを買おう。これめんどくさいっすね。かける何個購入できればいいのに。あ、よし、オッケーオッケー。愛知のカタパルト、初めて見た。カタパルトって何。そうだな、アイテム、おむすび使おう。よし。え、全員体力が最大。あれ、なんでだ。あれ、アイテム使ってないよね。なんかのカードがすごかったのかな。あれ、ちょっと記憶違いかな。記憶障害起こってる。まあいいや、行きましょう。次、前評判 B 強い。さあ、ここで塚本は入れてあげないと。 B 以上だと塚本入れるって決めていたので、はい。めちゃめちゃ弱い。こいつだけはちょっと使い道がなさそうなんで、これのけましょう。 OK。 今夏初めてかな初めて塚本がベンチ入りしましたね。まあ一応サード守れて、サードショートか、守れて、多すぎでいこう。うわ、並木が一気に調子悪くなってる。お褒め使おう。
サードショート守れてバッティングインで代打もいけるし、まあうまく使えばなんかそのまま守備にみたいなね形もできると思うんで、うまく使っていきましょう。さあ先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー2塁という場面。うわー、綺麗な B だな。綺麗な形ってなんか強い印象があるんですよね。ただ C 早球 C の守備も強いんで、これは結構走りにくいかな。大石大二郎さん、わかんない。あ、ピッチャーもいいですね。ちょっと強そうだな実際。でも大杉さんのホームランで粉砕してあげましょう。 OK。 やっぱりこういうね、1年からずっと4番打ってる選手がいるっていうだけで、その3年間ぐらいやはり強くなりますね。うわ強っ、塚本入れる必要なかったな。来年のファースト育てておけばよかった。うわ強っ強っ何がヤバそうだよ。1ミリもヤバかねえ。いやー、ほんと去年ぐらいからすごいっすねこの高校。ホームランナイス。さすがに変えたいな。もうまあいっか。そうですね、伝令守備上手くなるやつだけ使っとこうかな。並木の安定感が良さそうですね。おっとあれ、山川ってオール C になってますよね。守備そんなに下手じゃないはず。あ、待って、超ファイト使おう、ピンチになったから。前面に押し出した投球。で、完封できないのであれば、ピッチャー変えます。駿河、ようやく1点を返しました。ちょっと待ってよ、栄冠ナインやばいからな、一気に本当に、選抜もそうだったけど、一気に10点とか普通に取られるからな、慎重にいかないと。この回までかな。次打席くれば代打かな。おっと、結構このチーム打力良さそうですね。よかった、中途半端に選手全部変えてたら危ないところだったよ。うわ、本当に打力いいね。オッケー、やっぱり足速いから外野手みんな守備範囲が広くなってますね。今の普通の外野じゃ多分取れない、あんまり守備上手くなくて足も速くない外野だと取れないと思うんですけど、結構ね、守備肩上げるよりは足の速さ上げる方が守備に直結すると思うんですよね、外野手は。うわー、すごい打つな。並木この回までだな本当に。もちろん足を上げれば内野安打も増えるというところで、打率も上がるし長打率も上がるし、僕は大好きです。うわ、4番エースなんだ向こう、かっこいいな。サード OK。 もしピッチャーに打順回ってくれば代打です。代打、まあ今回ちょっと調子悪かったっていうのもあるのかな、ピッチャーね。お褒めの言葉使おう。さあ、さっきめちゃめちゃ打たれたんで、ここはもう変えてあげましょう。まあ山内なんかは非常に、ちょっと待って、対左が悪くない柏原からいこう。よし、さあ闘志あふれるピッチング、 OK、 いきましょう。柏原ももう十分強いので、てか3年の中継ぎと比べるとそう変わりないっていうところですね。
大津のところかな。よし。よし、オッケーオッケー。こうやって中継ぎ出すときはカードね、揺さぶるとかあると非常にいいですよね。オッケー、いいね。よし、3点差あれば結構いろんなことができるのでありがたいな。よし、オッケー。カナイって防御率0点台の0点なんですね。0なんだ、0。すごいな。お、山内も信頼度すごい高いですね。もう外野でいっぱい出してたからな、今まで。オッケー、レフト。よし、まあ2試合とも本当に順調な感じでしたね。これはサクサクと選手出して勝つことができたんで良かったと思います。まあちょっと並木が途中点を取られたとこだけ怖かったかな。お、杉浦プルヒッター、ナイス。守備も3も上がってる。 OK、 並木160キロ行きましたね。うん、本当に甲子園というところは素晴らしい能力の上がり方をしてくれますね。 OK、 名門よし、キープするぞ。あ、そうだ。甲子園で負けても全然ね、名門からすぐ強豪に落ちることはあるので、それは気をつけないといけないですね。で、忘れないうちに。あれ、どこだ？どこだ？あったあった。よし、OK。これだけはやっておこう。もう1試合いきますか。結果から言うと掴むとはいらなかったんだよな。お、クロスファイヤー、ありがたい。お、前評判し、ちょっと金井ものけて石田入れてあげようかな。石田入れよう。で、掴むとはいらないと。よし、これでいきましょう。1来い。よし、ナイス。オッケー、山内進化1上がった。最後の最後にナイスナイス。ギリギリのタイミングだったな。危なかった。これで山内も本当に胸を張っていい投手と言えると思います。うーん、ここは山川にしようかな。これで信頼度上げに行こう。まあ普通に強いし。オッケー。山川育て方によってはもうこの時点でのオール B も見えるような選手ですね。それは言い過ぎたか。いや本当にでもそれくらいありえたな。ありえるな。ミートも結構高いしも。2回の表、先行チーム攻撃に入ります。先頭バッターは山川。はい、オッケー。これはさすがに勝ちましょう。これは1番バッターぐらいなら走れるかな。お、野間がいる。野間が、よいしょ。鈴木、ピッチャー鈴木。え、すごいいいピッチャーじゃない。え、鈴木、鈴木、え、何、鈴木って誰だ。多すぎて逆にわからないパターンじゃんこれ。しかもめっちゃ能力いいですよね。これ何年生だ。1年でこの能力、特殊能力素晴らしすぎる。誰でしょう。ちょっとわかんないな。保留いきましょう。でもピッチャーはなんか素晴らしい。ウーム高校にぜひ入ってほしいようなピッチャーですね。ストレートはもう、ちょっと球速とか遅かったけど1年だから仕方ないよ。敵ながらあっぱれ。さあ本当に山川のね、うん、信頼度上げて来年4番でもいいな。でもミートを上げてるんだよな、パワーよりは。つなぐ4番、でも4番だな来年。パワー曲げるか。
4番センターってめっちゃかっこいいですね。さあ大津が流し打ちで進塁だ。お、いいね。2年も活躍してますね、この大津、そして山川、そして桑野、この3人か、レギュラー陣。みなと、頑張れ。みなとって言っちゃってるよ、榊、榊。まあ、そのみなととね、同じ代から、もうレギュラーだったので、去年からレギュラーの人だったんでね、期待大ですよ。うおー、でも風が、どうだ、風がどうだ。おー、大津、打球を確認して三塁へ向かう。先行チーム、なおもチャンスが続く。バッターは3年生、大沢。いわゆる逆風ってやつか、逆風か。ストレート、空振り三振、ボール球に手が出る。5回で、さあ山川行きましょう。じゃあちょっと流してみるか、強振で流してみよう。見逃し三振。杉浦、そんなに打ってる感じもないんですけど、魔物はかわいそうだからやめよう。来ました、一塁線、いい当たりです。来ました、これはファースト真正面。いつの間にか結構点が入ってるっていう感じですね。さあ大沢、よし、ナイスバッティング。二塁ランナーそのままホームへ向かった。先行チーム1点入りました。6対0、ボールは中継。バッター、さあ山川頑張れ、チャンスへ。エラーか、ヒットでもいいような気もするけどな。うん、惜しい。今のところ本当に難なく3回戦まで来れてますね。さあ魔物を使おう。初球引っ張った。並木完封できるなら完封させたいかな。あ、今度は風が逆になってる。今村掴みました。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。さあ究極の思考が今解き放たれようとしています。惜しい、戻されるぞ、戻されるぞ。オッケーオッケー。ボールは中継。先行チーム1点入りました。7対0。ランナー、さあみんな出すというところで言うと、そろそろいろいろやってってもいいんですけど、まあいっか。うわーすごい、落とさ、おー落とすよね。魔物だもん、魔物。オッケーオッケー。いやー今年のチームに魔物はいらないまである。いやーでもなんだろう、どうせなら去年みたいなすごい強いチームが来てくれて、ああいう白熱した試合をやりたいですよね。7点差ひっくり返したゲーム、あと5点か6点ひっくり返したゲームもありましたよね。多すぎ、20本無理かな。よーし、オッケーオッケー。さあもういいかな、山川ダイソー出してと威圧して、
盗塁させる。二塁送球はどうだ。あれ。まあそんなこともあるでしょう。先行チーム。レフト、取れないか。一塁ランナー二塁を回った。ボールは中継。完封できないのであれば、1年のピッチャーとかも出したいですね。球数が結構あるんですよね。もう125球。これでワンアウト。先行チーム、なおもピンチが続きます。今日2三振の。まあただスタミナも A あるので投げれるとは思いますけどね。伝令もあるし、まだ二塁タッチセーブ。わおほほわお。フェンス直撃。ライトからセカンドへ。西巻ようやく1点を返しました。中林タイムリーツーベースヒット。ではもうスイッチしましょう。結構打たれてるので、で柏原に投げてもらおう。先行時うわファールだよね、ファールだよね。オッケーオッケー。内角よし、オッケー、ナイス。いいですね、柏原普通に戦力として使えますね。いい中継ぎですよ。来年も期待できるよ。おー、いいね柏原、いいね。去年の並木みたいですね。去年の並木も普通に戦力としてもう投げていたので、夏の段階でね。さあ、でダイソー出しましょう。まあ、出しづらい人を出せばいいんで、こんな感じかな。なんか杉浦渋いな。代打伏せ。バッターは代打伏せ。代打の切り札じゃ。よし、オッケー、代打の切り札。ボールは中継。いいバッティングを。先行時。これはね。バントさせたいので。代打出してバント出そう。思考を研ぎ澄ませていきます。おっと、振ってきました。おーっと、ここで送ってきました。オッケーオッケー、ナイスバント。アウト。相馬、ここはきっちり送って。さあ、榊と大杉に打ってもらおうという感じの作戦ですね。おはー、やったー榊。入ったー、バントの意味。いや、対象ですよ。いやー、なんで選抜あんなに総合戦力 A ばっかり来たかなとなってくると、逆に先行時ライダーは坪。なぜあんなに総合戦力 A の強い相手ばっかり来たのか、選抜は。さあ、持ち前のクセモノぶりを発揮する。石田を育てるっていうのあるな。レフト取れる、エビナ。オッケー。あれ、エビナ、まあいいや、ショートが嫌だけど、まあいいや。石田を育てよう。ツーアウト取ってもらおう。いいね、1年で甲子園でツーアウト取った、いいね。で最後山内で締めましょう。シンカーも上がってもう非常に強い山内さんですね。スタミナ D50、 コントロール A80 いけ。そしたらー、
ナイスゲーム、オッケー。よし、甲子園で1年生かなり含めて全員出場できたので非常にいい試合だったと言えると思います。オッケー。え、え、クワの対左投手 G？ え G？ え G ってなんだ、ちょっと待って、 G ってなんだ、もともと E だったのが FG になったの。いや待って、甲子園の左ピッチャーすごすぎるだろう。今回の動画大杉落ちましたよね今回で。うわ、なんだ対左 G って、 F ではなかったぞ、もともと多分クワの赤特殊の赤特殊能力はついてなかったぞ。うわー、ちょっと辛いっすねそれは。まあ仕方ないか、ついてしまったものは仕方ない。プロ野球選手で消すしかないですね。 G はやばいな。こう、マジか、ちょっと G は辛いんですが、まあ仕方ないですね、切り替えましょう。まあただ本当にみんな能力が非常に上がっていて素晴らしいなと思います。 OK。 お、いいねいいねいいね。ということで次の前評判が B、 また強い相手なので少しねベンチメンバー良くしていきたいと思います。はい、ちょっと対左が下がった人たちがいて残念ではあったんですけど、まあね本当に順調に勝ち進んでいるかなと思います。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。皆様からのワンクリックが僕の活動の励みとなっておりますので何卒よろしくお願いいたします。はい、夏連覇頑張れという方はねぜひともグッドボタンを押していただけると嬉しいです。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。アディオス。